い、どうも、たんゆみこです。今、私はくら寿司に来ています。今日からですね、くら寿司で第3弾のコナンのトランプがもらえるということで、どうしてもそのトランプがもらいたくて、友達を連れてやってきました。そのトランプをもらうためには2500円以上ね、ちょっと食べないといけないということで、今から注文をしていきたいと思います。今回はですね、まだコナンのビッグラポンやっているということで、このビッグラポンプラス課金システムでいきたいと思います。そして私は確率を上げるためにスマホで注文していきたいと思います。桜台にしようかな。ないじゃないよ。注文便利よ。すごいよね。マグロを頼もう。通常いつもさ、ビッグランポンさ、頑張るためにさ、シャリハーフにしてるんだけど、私も今完全にシャリハーフにしてる。いや、今日は通常にさ、まあまあ、あの2人いるし。そう超満席、今。あ、だよね。金曜日すごい、花金だね、花金だわ。頼んでいたお寿司届きました。めっちゃ美味しそう。白いのが踊ってるよ。白率が超多めっていうね。それじゃあ、いただきます。バイバー、最近塩で食べるというのにハマっているんや。通なこと言ってるやん。やっぱ何かが売り切れてるらしいです。あー、何か人気の、少しチャームしかね。こちらはですね、くら寿司の中でもう特におすすめをしているくらだしのたこ焼き。超おいしいんだよこれ、マジで。食べたことない方はぜひ食べてみてください。マジで美味しい。よかったよ。ありがとうございます。いや、来た甲斐があります。頑張った甲斐がありますね。白いから、ごめんなさい、ありがとう。白い。白いんで。白いし、貝ばっかり。確かに。うん。追加しよう。私も今味噌汁だ。うん、青菜入り味噌汁、ワイも頼んだわ。ビッグラポン、お皿で入れるのは3回できます。やったー。はい、ということでお寿司ごちそうさまでした。美味しかったです。お寿司を食べたということは本番の始まりです。ビッグラポンに挑戦していきたいと思います。まずはですね、こちらのスマホでビッグラポンに挑戦をしていきたいなと思います。あー、なるほどね。そうあー、すいません、ビギナーズラックはならず。2回目。2回目で来た。3回目で来ると思ったのに。ゲットしました。開けたいと思います。あ、なんちゃんだ。なんちゃんのマグネットです。持ってないから嬉しい。イエーイ。3回目あ、じゃあ4回目いきたいと思います。いや、めっちゃ楽しい。
ラスト。すごくない？だって5分の2当たったよ。そっか。やった。嬉しい。え、あ、白。真っ白。で、よし。これなんだ。え、待って。え、このデザイン。え、このデザイン新しくない？え、多分前になかったやつだと思う。え、ちょっと寂しい。うん。え、シークレット。え、でもいや、え、見てない、見たことない、見たことない。何、新しいバージョン出たんだ。前が把握してないだけやわ。新しいバージョンが出てたみたい。私がね持ってるのはこちらなんだけど、そっちじゃないバージョンです。嬉しい。ということで、まだまだ終わりません。1回目の挑戦いきたいと思います。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。これで勝てた試しがないの。え、え、初めてバージョン。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。じゃあ、三つ目。じゃん。あ、やった。さっきのバージョンの平次出た。嬉しい。これはちょっとキットさんも欲しくなりますよね。あとでも2回なんだよね。なるかな。2回目の挑戦いきたいと思います。せっかせっか、当たれ当たれ当たれ。金魚すくのあんまり当たった試しがない。当たりはするけど、いつもなんかずっと受ける。ここまではね、もう分かってる。ああ、まあそういうこともあるよね。泣いても笑ってももう3回目、本当にこれが最後でございます。ネットで、ネットでかわされるやつだ。あ、ハニトロの女の子、頼む頼む、当ててくれ。まあそういうこともあるよね。お尻を完全に刺したから。はい。いや、でも、いや、出すとスマホでびっくりだったのが、あと110円でできる、100円でできるんだよ。一皿食べようかな。食べれるかな。うん、いや、食べようかな。なんか、キリもったいないし。スマホでびっくりポン大賞に100円のなんかないのかな。高いな、感じが。トニカの高さに切れとる。いや、せっかくならもうラストの子をね、これで当たるか当たらないか分かんないけど、スマホでやって。あ、待って、後ろの子がさ、何個当たってんだよって言うんだからさ、ごめんな、大人の力使ったの。課金というもの、大人の力を。これが大人。うん、ごめんな。いただきます。おいしそう、かわいい。カチッと噛めるのよ。カッ、やったラストでございます。いきます。まあそんなこともある。はい、ということで楽しいくら寿司のお食事、ごちそうさまでした。
もらっていきたいと思います。くら寿司から帰ってきましたということで、今回ゲットしたものを紹介していきたいなと思います。まずはこちら、ランちゃんのマグネットです。平治とコナンくんです。超デザインかわいい。そして今回も超お目当てだった2500円以上でゲットできるトランプ、イヤッハー。もちろんあのキット様の単体のデザインにしました。もちろんというかね、ちょっと正直3人だと悩んだけど、でもキット様がちょっとこう前面にいるのがもう最高に素敵すぎて、はい、もうこれにしました。最高です。あのさ、2500円以上でさ1個だと思ったのね。したらさ、2500円5と2でさ、友達との会計確かさ4710円だったの。4710円だったってこと、あと290円買えばもう1個もらえたっていう。ちょっとね、後からそれ知って、私はもう本当にこの1個ゲットできただけでもうとても嬉しいし大満足です。本当にお寿司も美味しかったし、たくさん食べれて満足です。ということで、正直開封する気はなかったけど中のデザインが見たいから開封しちゃおうかなと思います。いやー、こちらは今回の映画とのタイアップなので、映画のタイトル100万ドルの道しるべとくら寿司って書いてます。本当にもう毎年くら寿司さんコラボしてくださりありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いします。来年誰が出るかも知ってます。楽しみですね。映画来年も本当に生きる楽しみが増えました。嬉しいです。来年どうなるんだろうね。個人的には沈黙のクォーターみたいな感じになるのかなって思ってるけど、待って、何、あ、そういうこと。キット様にしてよかった。全部キット様。やばー。ちょっと待ってよ。なんかトランプの絵柄は全部同じらしいんですけれども、ちょっと見ていこうかな。1枚目から最高すぎ。キット様です。そして、あ、平次だ。あ、いおりさん。コナンくん。あ、待って、ここがさ、お寿司のネタになってる。今気づいた。最初、すいません、いおりさんの時ちょっと反応しづらかったんだけど、一瞬ホットドッグかなと思っちゃって。違った。あ、その子で、もみじ。あ、玄太くん、玄太くん、蘭姉ちゃん、蘭姉ちゃん、まさかの米ジュースが一緒に乗ってます。そして、あ、あゆみちゃんで、みつひこ。お、ゆうりさんのデザイン、もみじ。あ、キッド様、キッド様キング、最高。まあ、キッド様の経でもあり、もキッド様のかっこよさはキング系ってことですよね。ありがとうございます。はいはい、最高です。絵柄マークは全体でこの感じ。めっちゃデザイン素敵ですよね、マジで。本当にみんなのこの絵柄が揃ったトランプ使うのがもったいなくて、さすがに私は使えないです。大事に箱にしまっておこうかなって思います。ということで、くら寿司のコラボ第3弾行ってきました。くら寿司さん、来年もどうかコラボよろしくお願いします。はい、ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。本当にコナンとのコラボ最高でした。今年はね、まだまだコナンのコラボがいろいろねあるみたいなので、とても楽しみですし、ちょっとね8月にとある聖地に行こうと思ってるので、それもすごく楽しみです。ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。本日の動画もご覧いただきありがとうございます。毎週金曜日の9時にプレミア公開やライブ配信をしていますので、ぜひチャンネル登録していただけるとすっごく嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。